はい、こんにちは。ひろじです。今日はですね、レッドブルリンク、コースに行ってまいりましたので、コースの状況をお知らせしたいと思います。まあ、とにかく暑い。まあ、木曜日がね、一番暑かったかな。木曜日が一番暑くて、まあね、金、土はまあね、少し過ごしやすい日ではあったんですが、日曜日、は40度ということでですね、どうもアフリカから熱波が来てるってことで、南仏とかね、まあ前、先週行ってたボールイカールはじめ、まあ例えばイタリアのね、ミラノとかモンツァとかね、あの辺はもう本当に40度とか言ってましたね。40度超えてるとかね。ちょっとこれ大変なことになってるんですけど、まあ、日曜日ね、レースちょっとこれはこの感じだと大荒れになるんじゃないかなと思ってますけど、まあね、見てる方としてはね、何かあるかもしれない。まあ楽しみではありますね。まあそんな感じでですね、一応今日はね、コースサイドとかね、まあコースの雰囲気、コースの雰囲気っておかしいな。コースは別に行かないんだよね。コースサイドだね。コースサイドの雰囲気とかね、他のサイトと違ってゆったり感があるサーキットなんで、まあ、そのあたりをお見せできればなと思います。まあ山の中腹にあるサーキットなんで、ちょうどこう、まあ、山肌っていうんですかね、ちょうど1コーナーとかグランドスタンドあたりがボトムになってて、それからずーっと上がっていくと、だからちょっともう全体的に斜めになってる。上に登ってて、下に下ってくる。そういうサーキットですね。皆さんも、いっぱい写真もご覧になってるし、ね、いろんな、雑誌とか、インターネットとかでもね、よくご覧になってると思いますけど、まあ、結構綺麗な緑があって、で、青い空みたいなね。まあ、オーストリア、レッドブルリンクの印象っていうのはね、そんな感じの印象ですね。まあそれで間違いないと思います。特にね、今週はもう雲一つない真っ青な空、すごい緑の草原みたいなね。まあだから草原なんですよね、本当はね。まあ、こんな感じなんですよ。とにかく広い。サーキットのもう真ん中あたりの風景なんですけど、まあ牧場ですよね、ほとんどね。だからカメラ担いで歩いてて、牧場を歩いてんじゃないかっていうくらいのね、そんな感じでね。でも写真ではね、こうただね、青い絨毯みたいな感じですけど、結構こういうところって足場ってボコボコしてるんですよ。普通にフラットじゃなくて、なんかもうボコボコなんですよね。すごい歩きづらいし、僕それに暑いし、今年は。結構ね、また坂になってるんですよね。なだらかな坂ずーっとこう登っていくと、結構ね、まあいい運動になりますね。はい。まあ一応ね、僕もセルフィーでね、写真撮ってみた。まあ、こんな顔になりますよね。はい、今日ね、朝撮りに行ったのはね、実はこういうところですね。すごいですね。ブラックマークがずわーっとこうあって。でもね、このブラックマークは実は、レーシングカーのブラックマークじゃないんですよ。で、これちょうど、ショートコース接続するところなんですけど、ちょうどここなんでブラックマークかなのかっていうと、イベントで D1 グランプリみたいなのあるじゃないですか。ドリフトしながら。ドリフトしながら走ってくる車が、こうちょっと余興で、まあ、例えば、レースとレースの合間に、こう、ギュルギュルギュルってこうね、ドリフトしながらこう、ここを何回も何回も回るんですよ。なんでね、こんな真っ黒になってるんですよね。まあ、朝一はね、ここで撮影しました。
この蓮向かいにはなんとあのオレンジ軍団のスタンドですね。必ずあの火花というか花火がババババーンって上がる。あとオレンジ色の煙、すごいですよね。来年のあのダッチグランプリって一体どうなるんでしょうかね。ザンドボールド結構怖いですよね。ダッチグランプリ、なんかオレンジ軍団でかなりヤバそうです。でもね、まあ、あのフェルスタッペン選手ね、最終コーナーでがっつりやっちゃいましたからね。ドーンと、今日こんな写真でね、写真もちょこっとあります。の朝一はね、こういう感じで写真を撮りました。草原の中に一本、ね、木があって、木のところに鎮守があるんですよ。まあ、ちっちゃな教会ですね。教会がポツンと、なかなかね雰囲気がすごくいい感じなんですよ。午後はフェルスタッペン選手がドスンといった手前ですね、手前の方。今日は皆さんそこではちゃめちゃにやってましたね。そこでお会いしたのが御年74歳、御年74歳ですよ。これ一応ねレンズ600mm に、テレコンつけてますね。テレコン 1.4 倍になってるんで、860mm 写真撮ってます。御年74歳のエルコレ・コロンボさんですね。イタリア人ですね。もうあのイタリアでは、まあ、F1 界で有名ですよね。74歳ですよ。まあ、今はもう最高齢、ね、たまにこの前もモナコにいらっしゃってましたけど、まあ、ずっとフェラーリの仕事をねされて、まあ、今でもねフェラーリ、まあ、お仕事はあの他 の, あの、まあ、社員の人っていうんですかね、その人がやってるみたいですけど、まあ、まだフェラーリと関わってて、もう重鎮中の重鎮ですね。まあ、すっかりねあのおじいさんになりましたけどね。でもこうやってね自分で歩いてカメラ担いでねコースサイドまで来るんですからね、すごいですよね。すごいと思います。僕にはできません、とてもじゃないけど。まあね、僕らもあの、ずっとまあ、歩くところは歩くし、ただ、まあ、サービスの一環で、フォトグラファーズシャトルっていうね、シャトルがあるんでね、ある程度のところまでは、そのシャトルで行くことができますね。だこういうふうにね、まあ、サービスロードってね、道があるんですけど、まあ、ここはね、こんなね広い草原があるくせにねサービスロードがめちゃめちゃ狭いんですよ、なぜか。はい、今日はね過ごしやすかったですけど、明日がちょっとやばそうですね、本当にね。だからちょっと無理しないようにね、肩の力を抜くんじゃなくて、もうあのあまり無理しないようにしようと思ってます。もうね、そんなあの年でもな無理しないように美味しいとこだけパクパクっとねつまんでねやろうと思ってます。まあ、ということで、日曜日決勝ねすごい楽しそうなんでね、楽しそうっていうかね面白そうですね。僕もねスタートからがっつり見てね楽しいものと思ってます。それではまた、明日よろしくです。